グラビティデイズ、前回の続きはプレイしていきましょう。さて、いろいろ話を聞きつつ、三つ目の区画取り戻したり、あとサブ系か、あの辺ちょっとやっていきましょうか。いやー、やっぱ、面白いんだけど、これ酔う人は本当に酔うんだろうなーって思いながらずーっとやってる。よし。オッケー。よし、これで重力スライド。はい、話がすちょうだい。うん、全くもって原生風が腐っておる。けしからん。だらだらと議論するばかりで何一つ良くなれやせん。なんか煮え切れない感じはするよね。ネビーも重力らしもな。待ってはくれないんじゃ。この町にはネビーどもを蹴散らすことができる強い軍隊、そして新兵器の開発が必要なんじゃ。ドネリカ議員の主張が正しい。議論する暇はない。私も頑張ってるつもりだけど、全然キリがないもんね。確かに言う通りかもしれないけど、でもなんだかな。まあ極端な意見な、同調しやすいみたいなところは、同調しやすいっていうか、注目を浴びやすいというかな、あるんだけど、正しい意見って難しいよね。よし。インダストリエまで重力嵐にやられちまったのが痛い。あそこの施設で重力嵐もある程度抑制できたってのに。え、あ、そうなんだ。これじゃあもう手がつけられない。確かに危なっかしいよね。遠出するとき、するには勇気はいるっていうか。今の政府の対応はいつも後手後手なんだ。ボルシーじゃダメなんだよ。ボルシー？ボルシー？よし、じゃあ、目的地がここだから、情報聞きに行こうか。遠いな。よし。いけんのかなこれ。ちょ、一回降りていい？一旦ここで降りて、直線距離だったらいけんことはないって感じか。降りる場所があれば、あ。ダメか。突然何？街から離れるなってこと？そうなの、ダスティ。にゃん。ダメなんだっけ？ダメなんだっけ？マンホールでワープ。向こうのマンホール開放してないんだよな。てか見つけられなくてさ。とりあえずここ行って。で、こっから、これやってもいいんだけどな。交通機関で進むと。ややこしいな。定期船に乗る。でもこれ定期船にさ、定期船にさえ乗ってしまえばさ、これやっていいのよ。意味わかんなくない？それが通る理屈ちょっとおかしいよな。なんでダメなんだろうな、あれ。じゃあこの辺のやつ、あ、話聞く？話聞くつ、あ、マンホールあるんじゃん。マンホール見つけるようにここにいるんだろうな、こいつ。ドネリカ議員が政権をひっくり返しを目論んでるらしいぜ。期待しまうよな。あの人は自分の足で視察に来てさ、賃金付きの休みを作るって、俺たちに約束したし、あ、有給休暇ってこと？その賃金も2割増しだって言うんだ。そんなにうまい話があるのかな。それがすぐできるなら、今だってやってるはずじゃない？
話半分だとしてもさ、とにかくはっきり しないボンクラ師匠のボルシーに比べれば全然マシさ。言われてんな。でもマニフェストできねえのに言われてもみたいなところない？そんなでもない？よいしょ。ちょっと待って、よし、ずいぶん上の方にあんなこれ。よいしょ。はい、エナジーゲットレース。ゼロの状態からか。あれ届くと思う？あ、届くな。届くっていうか全然、あ、やばいやばい。1個目、少な、10、あー、重力どうこうっていうよりは本当に走っていった方がいいのかなこれ。よし、くれ。 OK。 ちょっと待って、いや、これはめっちゃ遅い。めっちゃ遅い。ああ。どっちが上かとか、もうわかんなくなってくんな。よいしょ。はい。こっち？こっちね。どっち。ああ、危ない、難しい。やっぱ進むにつれて難しくなるよねこういうのね。やばい、危ない。よし、どこ？ OK、 あと3つ、これ取ってこ。よし、あ、やばい、ミスった。え、あ、コースアウトね。はい、終わったけど、めっちゃ遅いでしょ、これ。まあ。600取れただけ。取れただけマシ。次やったらもうちょっと早くなりそうな気がするけど。三つ目の奪われた区画を取り戻しに行きますか、なんだけど、行かないよ、まだね。あれやってこう。よっと、危ない。よし、入れよう。ごめんね、ごめんね。これで、あ、これがあれか、抑制装置。すごっ、そんなスッって消えんの。能力強化の条件が上がった。で、何のやつこれ。フリースタイルレース。フリースタイルっていうのが一番難しいんだよな。ここね。よし、どこ、
OK。よし。どこ？どこ？こっち？重力スライドで行った方がいいやつなんだろうな、これ。でも苦手なんだよね。この辺まで来たら、あれだけど。よし。え？どこ？よいしょ。どこ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 。終わった。今どうなってる？おお、700。今どうなってる？取り戻しに行くんだけど、待ってね。まだもう一個あるからね。これだ。ほい。やばい。あ、危ない。白煙待ちて。白煙を待ちて。白煙？なーんって言ってるけど。交通機関が通るように。じゃないか。町の設備が動き出した。ごめん。フリースタイル、またフリースタイルですか。よし、重力スライドで、とりあえず、行って。よし。どこ？上？ちょ、見えん。あー、落ちた。よいしょ。オーケー。やばい。ちょっと。めっちゃロスしたぞ。まあまあ、48秒は無理だろう。いけんのこれ。じゃあ、区画取り戻しに行く？またクロウと揉めんじゃないの？とは思うんだけど。とりあえずここに行くのと、何あげる？全体的にあげたいんだよな。でももう一個覚えるでしょ、技。それはあげたいな。グラブ。必要になったら何かあげるか。こういうの何あげればいいのかって難しいよな。よいしょ。じいさん。行こうぜ。合格通訳じゃの、重力姫のキテュンさん。結構可愛く映ってるじゃないか。いやー、そんな、可愛いな。向かうところ敵なしってところかな。よし、それじゃあ、世のため人のため、今日も頑張るぞ。よし、やるか。何食ってんの？危ないよ。ネビー撃退クッキー。ネビデリック。新発売。好奇心猫を殺す。ああ、いらんもん食べたね。あったな、なんかそんな話。なんか能力が不安定になるんだっけ？そんな感じだった気がする。ネビーと、ダンスティー？かわいい。ちょっとお前何やってんの？具合でも悪いの？なんか酔っ払ってるみたいだけど大丈夫？いやあ。ダスティ頼むからいつも通りお願いね。とにかく奪われた価格を目指さないと。うちの子は、あれだな。なんか、
ああ、減りがめっちゃ早い。うちの子は全然、そういう、なんていうの？変なもの食べたりとか、しないな。よいしょ。はい。よし。まだいる？まだいるな。怖っ。よし。このエレンの全てのネビを倒した。やっぱりなんかいつもと調子が違う。めちゃくちゃ短いな。うまく使って楽できないかな。どれ？あれか。よし。まあ、いつもなら飛ぶんだけどねってことだよね。よいしょ。はい。よいしょ。はい。危ない。うちの子は本当にさ、これは猫の食べ物だ、これは、あ、危ない。うさぎの食べ物は、食べ物だ、これは人間の食べ物だ、みたいなのを、ある程度理解してくれてて、全然本当に、よいしょ。あいつなんだ。残りネビーが、よいしょ。はい。よし。あとはあいつだけなんだけど。すごいな、なんか使徒みてえだな。今。OK。これで、全部倒したね。倒したんだけど、あっち進むよりこっちが気になるんだよね。よいしょ。やばい。やばい。あ、死ぬ。終わったわ。光さす方に行けばわかるんだけどね。あの上絶対なんかあるもん。よいしょ。ここまでは行かなきゃいけないんだね。よし。OK。はい。あんま動く、これなんか体に悪そうなキノコだな。よし。OK。あそこなんかめっちゃあるな。よし。OK。本来はあそこに行かなきゃいけないんだけど。よしよし。OK。これで、これを取りながら、進んでいけばいいんだね。よし。あそこに行けば。よしよし。OK。敵を倒さないといけないんだけど。あ、ミスった。こっち使っちゃった。いや、戻るのにやばいんだって、これ。落ちる可能性があるから。このでけえやつは、いつもの感じでいけるか。怖っ、見た目。あ、落ちる。
いや、やっぱきついな。なんか、投げれるもんないか。これ、いけるな。よしよし。どこだ？あいつだけか？よいしょ。あれ？飛んでるやついなかった？いるよね。いた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 。はい。OK。まだか。まだいるまだいる。あれ？岩、もうあるな。よし。ほら、やった。オッケー。で、進むべきはあっちね。はいはい。よし。キノコノコノコ、元気の子。いやー、ちょ、取りたい。1個20ぐらいか。そんな大したことないんだな、これ。まあでも、塵も積もればよな。やばい。すごいよな、このゲーム。落下してもさ、あれがないんだよね。ペナルティがないんだよな。すごいと思うよ、それは。よし。よし、オッケー。はい。よいしょ。どんな力が。やばいやばいやばい。力をくれ。新しい力が。マイクロブラックホール。周囲にレビーをブラックホールに吸い込む必殺技です。あー、そんな感じだったっけ。これ強いんだっけ。あんま覚えてないな。必殺技ブラックホール。再使用までの時間がな。よし、こんだけ上げればいいだろう。やばい。あー、使っちゃった。よし。あー、ここで使うべき技だな。ここで使うべき技だな。使わせてよ。よいしょ。いた。はい。使いたかったな。痛い。よいしょ。はい。はい。よし。まだどこにいる？後ろか。はい。OK。はい。あそこに奪われた区画は。よし。じゃあ、ここで一旦区切って。次回奪われた価格取り戻しに行きましょうか。それではご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。